ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1973年4月某日、力道山の墓前に日本プロレス解散を報告についてくれてまいります。日本プロレス最終シリーズアイアンクローシリーズを終えた日本プロレス一行は桃竹と共に池上本門寺を訪れました。力道山の墓前に日本プロレス解散を報告。1953年に始まった日本プロレスの歴史はその20年の歴史にピリオドを打ちました。今後日本プロレスの選手らは桃竹が管理する赤坂の日プロ預かりとなります。